あの、まあ、その、なんでやんなのかわかんないんですけど、例えば PS5 を発売日だけ10万円とかにしればいいと思うんですよね。で、あの、1ヶ月経ったら5万円で売りますっていうと、その、転売屋買ってもしょうがないじゃないですか。なので、なんかその、最初の段階にすごい金を出しても買いたいっていう人がいるから転売屋が出るので、で、最初の段階ってやっぱ台数も少ないから、その転売屋が買って、本当に欲しい人のところに行かないみたいになるので、なのその、最初の人はめちゃくちゃ高いっていうのにしちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、 ちなみに、バーニングマンっていう、あの、ネバダ州の砂漠でやるイベントがあるんですけど、あの、チケット代が、まあ、その予約をしないと、あの、チケットを買えないんですけど、で、そのチケットの一番の最初の予約は1000ドルからなんですよ。1000ドル10万円。で、あんまり売れないんですよ。 で、その後に今度800ドルっていうのが出て、で、じゃあ800ドルだったら買うみたいな感じで、その早めに確定させたい人は高い値段で買う。で、だんだん値段が下がってくっていうので、で、値段が下がると、あの、めちゃめちゃ競争率が上がるので、まあ、それ買えのは難しいだろうなと思う人はちょっと高めの段階で買うみたいな。そんな感じの、あの、仕組みにしてて、割と利益率を高くしてるので。何飲んでるんだろう